アイドル日本をご覧の皆様こんにちは、スーパーガールズの志村梨花です。はい、ということで、ただいまですね、私は DVD の撮影でグアムに来ております。イエーイ、グアムですよ。すごく天気にも恵まれまして、とっても順調に撮影が進んでいるんですけれども、今回は初めてのソロ DVD ということで、笑顔な私からちょっと25歳の大人な志村を見ていただければなと思います。皆さんぜひぜひ楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。以上、志村梨花でした。バイバイ。はい、印象に残ったことはですね、ボディーボードを撮影中にやったんですけど、なんかね、見てる分にはすごいかっこよくて、なんかいけんじゃないかなと思うんですけど、なかなか難しくてちょっと溺れそうになったんですけど、でも初めての経験だったのでとっても楽しかったです。苦労したことはですね、普段歌ったり踊ったりさせていただいてるんですけど、なかなかこういう、なんだろう、かっこいい顔表情だったりとか、いろんな表情を DVD でなので、こう自分なりに考えながらやらなきゃいけないっていうのが結構ね、すごく大変だなっていうふうに思いました。最近ハマってることは辛いものを食べに行くことです。そうです、辛いものがめちゃくちゃ好きで、メンバーと一緒に辛いものを食べに行ったりとか、最近は友達もなかなか辛いもの食べれない子が多いので一人で行ったりします。寝るときは裸です。そうなんですよ、あんまり服を着ない、パンツは履くんですけど、服を着たくなくて、冬でもなんか地肌にあったかい毛布とかがこう触れる感じがすごく好きで、だから裸で寝てるんですけど、それで寝てても風邪はひいてません。はい、自信のあることですか。そうですね、動物好きは誰にも負けないと思います。私本当に動物が好きすぎて、一人で動物園に通っちゃうぐらい本当に好きなので、関東のおすすめの動物園とか聞きたかったらぜひ聞いてください、私に。デートプランはもうこういう海がすごく私は好きで、家の近くに海もあるんですけど、なんか一度でいいから海でこう砂浜に手つないで歩きたいな、もうそれだけでいいからやってみたいなっていうふうに思います。私かわいいねっていう言葉がめちゃくちゃ嬉しくて、なんか25歳大人になるにつれてなかなか言ってもらう機会が減りまして、で、綺麗だねとかいう言葉よりもやっぱ可愛いねって言われ続けた方がなんかいつまでも若い心でなんか若々しくいれる気がして、だから可愛いねっていう言葉はすごい嬉しくて心に響くので、皆さんぜひ思ってなくても言ってください。そうですね、本当にいろんなことに挑戦してみたいんですけど、私一つ夢がありまして、私名前が、名字が志村って名前なんですけど、一度でいいから志村けんさんと共演したい。もうこれはすごく私の目標で、動物も好きなので、もう志村動物園にぜひ出演したいなっていうふうに思ってます。はい、初めての方もいらっしゃると思うんですけれども、見てくださった皆さんありがとうございました。初めての DVD ということでとっても緊張しているんですけれども、でもすごく楽しい雰囲気でいろんな私を見ていただければと思います。これからも皆さんぜひぜひ応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。